今日は市川莉子さんのリクエストを採用よ。お名前の読み方間違ってたらすいません。今日の竜創造合体はティラミーゴ、トリケーン、ミルニードル、この3体で合体して騎士竜王ナイトを作ってくださいというやつだ。トリケーンの剣とミルニードルの盾でナイトにしましたという理由もつけていただきましたので、このお名前と合体を竜創造合体でやってみるぞ。では市川さん、いきます。竜創造合体、シャキーン、グーグーピキーン、ドーンドーン、ガシャン、ほい。ドーンドーン、ピシガシピシボーン、ガシャンピシシピシギャーポーピシピシガシャンシャキーン、ドーンブーピシ。まずはレッド、デデン、完成、騎士竜王ナイト。でーん、ぷしー、かっこいいティラー。今回は分かりやすいかっこよさがある。右腕にはトリケーンの頭部、そして右肩にはトリケーン、左肩にはミルニードルのパーツ。使い道が難しかったこのパーツはティラミーゴの尻尾の上、正面から見るといい感じです。膝にはドリル、腰にはミルニードルの頭部パーツ、そして盾の中心にはこの針パーツ、ニードルシールドって感じやね。腕も上がるので可動面もバッチリです。元々のスリーナイツに近いけど、アンキローゼをミルニードルに変えるだけでこんなにガラッと変わるのね。ミルニードルの盾とトリケーンの剣、たくさん合体する竜創造合体もいいけど、シンプルでこれもかっこいいよね。どうですか、市川さん。ブルー、ブラック、デデーン。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルではあなたの考えたオリジナル竜創合体遊びを募集しています。劇中には登場しない合体パターン、面白い合体方法などどんどん教えてください。いただいたアイデアはこのまさとし前田チャンネルで竜創造合体シリーズとしてオリジナルの合体パターンの動画を私が作成します。とうとう3セットになってしまいました。騎士竜の数に制限はありません。かっこよくてイケてる竜創合体のパターンをいろいろ教えてください。採用させていただいたアイデアを送ってくださった方に関しては、まさとし前田チャンネルの動画の中で発表お礼を申し上げます。また敵役のアイデアも同時に募集しております。竜ソージャーだけじゃなくても構いません。違う戦隊のロボットを敵にしてますので、この怪人はこういう風だからこのロボットというような理由があると抜擢する理由になるのでとても嬉しいです。面白い竜創造合体のアイデア待ってるぜ。皆様からのご意見、ご感想、アイデアお待ちしております。以上、よろしくお願いします。前田でした。